マイアミ・マーリンズの本拠地、ローン・デッポ・パーク・メジャーリーグ・ベースボールの本拠地や球場の一覧は、現在の MLB チームの本拠地となっている、球場並びに過去に存在した球場の一覧。最新の球場は、テキサス・レンジャーズの本拠地で2020年に開場した、テキサス・シー・アーリントンにある、グローブライフ・フィールドである。MLB の球場は8カ所を除き、 企業へ命名権を販売している。リグレイは地元の個人並びに法人名からカウフマンは初代オーナーのユーイングカウフマンから名付けられた。フェンウェイは所有権のあった地元の不動産業者から取られた。2023年にはリングセントラルコロシアムに代わってオークランドボールパークが会場の予定となっている。リングセントラルコロシアムオラクルパークティー モバイルパークエンゼルスタジアムチェイスフィールドブッシュスタジアムリグレイフィールドギャランティードレートフィールドカウフマンスタジアムクアーズフィールドプログレッシブフィールドアメリカンファミリーフィールドコメリカパークターゲットフィールドロジャーズセンターフェンウェイパークヤンキースタジアムミニッツメイドパークペトコパークトゥルーイストパークグローブライフパークドジャースタジアムローンデポパークトロピカーナフィールドグレート アメリカンボールパークシチズンズ・バンク・パークシティ、フィールド・ナショナルズパ・パーク PNC、パーク・カムデン・ヤーズ・過去に MLB で本拠地として利用していたチームにはナショナル・リーグ、アメリカン・リーグ含め19世紀に消滅したリーグ、アメリカン・アソシエーション、ユニオン・アソシエーション、プレイヤーズ・リーグと20世紀初頭に消滅したフェデラル・リーグが含まれる。特別な表記がない限り、 全ての球場は天然芝に分類される。ありがとうございます。